こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日は Amazon のやり方、商品探しでね、やっぱり、まめに念押しといた方がいいなというのが、Amazon で稼ぐための大原則、FBA を使うというのがあるんですけど、これをね、やっぱり声を大にして言いたい。FBA を使わずに Amazon で稼ぐことは不可能です。無在庫で Amazon 輸出に取り組む3つのデメリット。まずデメリット1、売れない。Amazon のシステム上、何が送られるかわからない自己発送は売れない仕組みです。具体的には、FBA 出品者と競合した場合、カートが取れません。そのためね、商品相談なんかで、出品者たくさんいますとやめといた方がいいんでしょうかという相談もらうんですけど、出品者がいくらたくさんいても、評価が100以下の自己発送の出品者、この人たちどうせ売れないんでね、いないと考えて全く問題ないです。FBA の出品者、あるいは、ね、何らかの方法で、評価が100以上になっている、100以上で評価が良い自己発送の出品者だけをライバルとして数えてください。評価100以上の自己発送出品者なんてめったにいないんでね、あ、いたとしても、評価率がね、7割以下とかになっちゃったりするんで、ほぼもう自己発送の出品者いないと、ね、FBA の出品者、および Amazon 本体、ね、海外の Amazon、これだけをライバルとして数えてください。だからね、自己発送だと売れないです。ね、FBA で取り組みましょうというのは、この辺の話なんで、これはね、よくよく言っとかないと、せっかくのね、FBA で出せば売れる商品を、売れない自己発送の出品者がいっぱいでね、ライバル多いからやめとこうってなっちゃうともったいないんで、これをよく覚えておいてください。そんなわけで、FBA で取り組むんですけども、もしもね、自己発送で取り組んだ場合のデメリットね、まだまだあります。まず、輸送トラブルが多いと。自己発送の場合は、コロナのせいでとかね、クリスマスで混んでてとか、何々で混んでてとか、ストがありましたとか、どんな理由であれ、到着が遅れてね、購入者から文句が出たら、それは出品者の責任です。FBA の場合はね、そもそも届くのが早い、プラス、何か配達の事故あったとしても、それは、Amazon の FBA 使ってね、FBA のせいであるということで問題がないです。そして、日本以外の国で期日通りに荷物が届くことはほぼありません。これ遅れることがあるとかそういう次元じゃなくてね、Amazon は2日で届きますとかね、なんとかやってますけど、その期日通りに届くという可能性はかなり低いと。プラス、配達って言ってもね、玄関にぶん投げて配達完了とかっていう感じなんで、商品を誰かが持ってっちゃってなくなることもあると。あるいは遅れて届いたから返品されることもある。壊れるものをね、投げて配達したから壊れたと。もういくらでもこの輸送トラブルはあります。しかも、これ何度も返品をされてると、赤番で退場です。いやいや、配送会社のせいだろうとかいうのは全然通じません。ね、その配送会社を使う選択をしたのは出品者なんでね、返品が多いと、サスペンドになって退場という形になります。そしてデメリット3つ目。これね、実は一番大きいです。チャンスを逃すと。FBA を使えば1商品で月30万円稼げたのに、無在庫で取り組んだばっかりに赤字だった。売れても赤字とかね、そもそもいい商品だと売れなかったとか、そういうもったいない事例がたくさんあります。もう、Amazon 輸出で稼ぐというのはイコール FBA を使うということだと。いいえ、お金がないんでね、FBA 使えませんと。ね、まず無在庫でありますという場合はね、それはもう、Amazon 輸出やってもしょうがないです。別な方法をやる。あるいは Amazon 輸出でやるんであれば、アルバイトでもしてお金を貯めてから Amazon 輸出に商品を買って FBA で取り組むというのを徹底しないと稼げないです。そんなわけでね、もし何か勘違いしてるとか、インチキな情報を見てね、無在庫でもツール使うと売れますとかね、無在庫でやりましょうとか、まずは無在庫とかいうのにね、惑わされちゃうと非常にもったいない。あるいは商品探してね、無在庫をライバルと数えて、売れる商品を見送っちゃうともったいないんでね、もう今回は、無在庫だと全く稼げないと。Amazon 輸出のやり方、Amazon 輸出というのは、大原則として FBA を使うというのをね、覚えておいてください。ですから、
商品探しをする際に FBA を使ってない出品者はいないと思って大丈夫です。そんな形で商品探しもどんどんしていって、FBA を使って Amazon 室で稼いでいってください。また、ご報告、ご相談お待ちしています。Amazon 室サポーター、堀秀夫でした。